リオン師匠のふかつりぼりリオン師匠こんにちはこんにちは今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今日も視聴者の方からいただいた質問にお答えいただきたいと思いますはい本日はちょっとルアーの色選びについての質問でございますうんこの視聴者さんからの質問がですねいつも ナチュラルカラーにするかアピールカラーにするかもしくはベイトがはっきりしている時にはそれに色を合わせるか悩んでいます、うん、またケイムラやグローの選び方にも悩んでおりますという、うん、まあつまり色選び全般に悩みまくっているというご質問をいただいておりますなるほど、うん、まああのカラーに関する質問 ねいつも同じこと僕言ってるかもしれないけど僕に届く今までにねこの20年ちょっとぐらいの間に届いた質問の中で多分最も多いのここじゃないかなあ色ですか多いねだから僕二十数年間多分同じ返事してんだよずっとね <laughs> <laughs> なるほどうんでこれはねあの <coughs> いろいろ見解分かれるとこだろうとは思うんですけど、はい、僕の中でカラーに、ルアーカラーに対する一定の考え方っていうのは、もうとっくの昔に出来上がってるんですよ。はいはいはい。うん、なので、えー、あくまでも僕のやり方ですので、参考になるかならないか分かんないんですけどね、えー、僕のやり方ということでお話し,しようと思います。はい、お願いします。 まずね、なぜみんなカラーで悩むかです。<laughs> うん、釣りたいからだよね、やっぱり。そうですね、うん。じゃあ、今その日その場で自分がチョイスしたカラーが合ってないから今釣れてないんじゃないかなって悩む方がとても多いです。うんうん、じゃあ、本当にカラーが合ってなかったら、例えばアジ。 カラーが合ってなかったら本当にそんなに釣れないのかって話だよね。うん、うん。まずね、ここから考えるべきだと思うのね。うん、で、これは僕の経験で言わせていただきますけど、例えば、一ブランドの一銘柄のワームがありました。はい。例えば、そうだね、僕なんかが初期の頃からずっと使っていたのが、 あのスクリューテールグラブだねオフトさんの。はい、で平行輸入のネジワーム、うんまあ。ほぼ同じもので作ってる工場がちょっと違うよという類のワームなんですけど12色ぐらいた当時でもね。お<ー>でそのてえって、えー、と20年ちょっと前だね多分ね、うん。そうだね2223年ぐらい前とかそんな頃かなスクリューテールよく使ってたの 当然いろんなことをまだまだ検証研究してる真っ最中だったのね、僕自身がその時代に。はい。だから全職持ってた。お<ー>うん、で、全職持ってていろんなその竿の研究、まあ、研究っつったらちょっと大げさなんだけど、えー、どんな竿がいいんだろうかとか、まあ、自分で竿を作ってたりしたからね。うん、うん まあそんなことやりながらいろんなプラグを試したりあるいはプラグのチューンしたりさまざまなことやりながらアジメバルを釣ってたんだけどまあその中の一つにカラーに対するちょっと検証をやっぱりそれなりに深く煮詰めていきたいなという僕の中に欲望っていうかあの何だろうな知りたかったわけね実態を、うんはい、だからいろんなテストしましたよ、うん、で例えば あのまあ20年前の瀬戸内なので、はい、アジのポイント行けば一晩で三桁連れてたからね。え<ー>、うん、メバルも僕が自分のボートでよく行ってるパラダイスと名付けたポイントに行けばやっぱり三桁連れてたのね。<ー>うん、でそんなにたくさん個体がたくさん群れが大きくってたくさんいて。 えー、ポジション一箇所で一晩で三桁も釣れるような、もう、恐ろしいくらいアジアメバルがいる場所を何箇所か僕は持ってたわけ、ストックして。うん、だからまあ、早い話が一頭一匹で釣れるわけよ。うん、で、何色が一番いいのかって検証したくなるよね。はい、うん。だから、とっかいひっか回投げるんだけど、 そういうことをね何十回かやるんだけどさ釣れない色ないんだよ。おなるほど。うん、釣れないい色ってそういう場所では存在しないんだよ、うん、で、そうじゃなくて三桁も釣れるポイントじゃなくて例えば一つの港に行きました一つの堤防に行きましたそこはよく頑張ってまあ15匹から20匹ですよっていうまあ地元の地場ポイントもあるよね。はい そういうい場所でも同様の検証を僕はしてるわけ。うん。まあそんな風にあにポイントごとの癖があるし、えー、そのポイントにおける、えー、そうだな魚のボリュームだよね。はい、も違うさまざまな、えー、タイミングで検証したりあるいは朝間詰めと夕まずめでどれぐらい色による反応が違うのかな。 なんか、ね、うん、いろいろ試した。はい。うん。で。相対的な結論で言うと、もう一回言うと。釣れない色を探すのが難しい。うん、なるほど。うん。あの、釣れる色を探すよりも、釣れない色を探す方が難しいくらい。のが、僕のね。実質的な感想なんですよ。うん。じゃあ、何色でもいいんですか。っていう聞き方をされたこともある。なるほど。確かに、聞かれそうですね。<laughs> で,で僕は素直に何色でもいいと思いますよってずっと返事してきてる。うんうん、なぜかというと入れてみないと分かんないからです。ああ確かに、うん。入れる前からこのタイミングだったら絶対この色だよねってどれだけのプロアングラーが自信持って言えるかだよねその場面で。うん、ものすごい特殊なポイントで。 散々投げ倒して結論が出てるとこだったら自信持って言える場面があるかもしれないけどうんそうですね。で、えー、カラー調子にまあアングラならほぼ全員が悩んできたし現在でも悩んでいるであろうとは思うんだけどもうーんとね れない色はないっていうのが最終的な結論なんだけどその中でも例えば12色あればより反応のいい色があるでしょうん。うん。何でもいいっていうわけいきませんよねってやっぱりツッコミされるよね。うん確かに。そこをね考えるとある。ま確かにある。うん、うん。あるんだけどそうだな一般的にね皆さんが思うほど。 絶対この色っていう場面はもう極端に少ないのよ。うん。まあそうだね、例えば赤と黒でわかりやすく言った、赤色系と黒色系でわかりやすく言ったとすると、赤なら10匹釣れるのに、黒だと8匹しか釣れないうん、うん、くらいの差なんだよ。なるほど。うん だから明らかにその色でないと釣れないっていう場面がそうだねアジメバルの二魚種に限って言っても僕のこの30年くらいの中で2回明確に覚えてるのは2回だけなんだよ。一<ー>つはね当時アジングってまだ名前付いてない頃だから1 9 9 0年。 6年から2002年ぐらいにかけたの間がね、はい、あの仲間内と友達関係でアジを選択的に狙って釣るにはどうすればいいかっていうのは場所も含めリグも含め一生懸命検証してた頃かなで当時毎日のように一緒に行ってた清水君って清水ちゃんっていうのがいてさ、はい、やつとあの明かりのない堤防でどんくらい釣れるのかっていうのを やっっっててみようようっっ<ー>は島根県で行ったのね、はいうん、そこでね僕は初めてわこんなにこのこの色でしか釣れないことがあるのかっていうのを経験したお<ー>なかなかその真っ暗な堤防であのと先端に灯台がついててあ立っててと灯台の赤いランプが時々こう。 点滅するぐらいだから、まあ、もう暗いのよとにかくでいろんなワー今いろんなワーじゃないんだよなあの,あの頃にほんとスクリューテールグラブしか持っていってなかった時期なんだよね、うん、一番便利だったので、うん、で僕シミちゃんだけ釣れと僕には釣れないのよ<ー>最初の一匹目からで明かりのない堤防だから明かりつきのあのアジングのいい場所みたいにポンポンは釣れないわけ。 なるほど本当に10分に1匹とか5分に1匹とか、うん、で釣れる時パタパタッと23匹釣れてまた10分20分釣れないみたいな。うん、で最初の1時間でシミーちゃんがね56匹釣って1時間でね、うん、僕ゼロなんだ。お<ー>でおかしいななんで俺に、ね、バイトないんだろうと思って。 いたずらっぽくニヤニヤしてるシみーちゃんに聞くと、えっ、ー、とね、当時、オフトさんが作ったその、えっ、ー、と、瀬戸内から、スーパーグローチャート。おーうん、で、チャートからチャートリオスといえば、あのかなり黄色めを皆さん想像すると思うんだけど、はい その時にあったのは若干グリーンも入ってたのねい、まあ、わば黄緑のような色かな、うん、でもう窒光剤素材をものすごくぶち込んでるス,スーパーグロウなのよなるほどこれはねこの時だけは僕はチャンスだと思って「シミちゃんちょっと分けて」って言って5本ぐらいもらってそれを刺して投げると釣れるおお<ー>じゃあ 同じスクリューテールで他のカラーをどん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 ローテーションしていくんだけど30分間ワンバイトもないこの30分の間に6色ぐらいこうチェンジしてるわけでまたスーパーグローに戻すとまた一匹ずれるわけよ <laughs> 全然違うんですね、うん、で残りまた6色ぐらいあるからまた30分40分ローテーションするわけ残りの色はいノーバイトなんだよ えー、でスーパーグロウに戻すとまた釣れるのよ。でそのチャートリュースのスーパーグロウが良かったのか他の例えばブルー系のスーパーグロウなら釣れたのかはそこまでの色数持ってないから残念ながらその検証できてないんだけど少なくともめっちゃ釣れたいねその時。うんで続いてアジの話をすると。 まあ僕たちがアジングを始めて最初は広島県側でアジングって検証いろいろやってたのね、はい、ところがそのアジの群れの大きい群れが入る港って広島県側じゃなくて実は山口県だったのねうん、ま、後に有名になっちゃうその上関とか長島とかその周りで、まあ、そこが三桁も釣れてたんでそこ行ってワーム研究所やカラー研究所やみたいになるじゃないはい ここでね面白いことが起きたのがえ大、ー、画のテスターをめしてる後ろく君とシミーちゃんと俺と3人で行ったのねで、えー、使ってるワームは全員3人同じ3人とも同じワームを使ってやるとですね僕とシミーちゃんだけが釣れて後ろく君がパラッパラしか釣れないのようん、うん、で パラッパラの中にシーバスとチヌが混じってくるはよ。で、僕とシミーちゃんはアジしか釣れないのよ。お<ー>でなんでなんだって色を見ると、後ろ迫君はチャートのグローを使ってた。うーんで、その時俺とシミーちゃんはホワイト使ってた。は,いはい、はい、で、はいっこしてみたわけ、色を。うん でその後ろくんが使ってたイエロードのチャートのワームに差し替えると、不思議なことに俺もチヌが釣れちゃった。へ<ー>それまでのアジア30匹ぐらい釣ってて、1匹もチヌバイトないのに、うん、急に生後とチヌが釣れるのよ、イエローにしたら。へえ。面白いですね。うん、だからね、確かに色で反応することはあ、あとね、そうね、もう一つ代表的なのはね、これも1990年 90年代か2000年になるかくらいの頃なんだけどまだアジングやってない頃でメバリングを一生懸命やってた頃だね、はい、一晩中みんなで5人ぐらいであのワイワイ釣ってて順調にっていうか、まあ、当時のことだからみんな平等にたくさん釣れてたで朝方が来て、はい、山の稜線がこうしらっと見えだした時間だったらビタッと食わなくなったのね うん、いやあさすがにこ,これぐらい薄明るくなるともう食わなくなるんだねってみんな言ってた中5人の中の1人がすぐ近くなんだよ数メーターしか離れてないんだね1つの定番にいるから一、はい、人だけずっと釣れ続けてるやつがいるのよお<ー>でおまた釣ってるあいつってでもう釣れないなーって、うん、特っ引っ返してるんだけど釣れないのよまたまたそいつ釣るわけよさすがに3匹4匹 4人が全然釣れてないのに、1人だけずっと釣れてるやつがいるから、みんなで、おいお前何使っとんやってとっ捕まえて、<laughs> 言ったら、嫌だって見せないとか言って、見せないわけ、そいつが。<laughs> で、剥がい締めにして、手のひら無理やり開いた、開かせたら、なんと、当時まだどこのメーカーもほぼ作ってなかった、クリアだった。へえ<ー>、ドクリア。<laughs> 俺がね、 スミスのうん、うん、えっとねワームの名前忘れちゃったけどまあ耳付けのワームだよ。お<ー>そこにあの太さが良かったのと珍しいクリアカラだったのね。<laughs> なるほど。それをあのミ,ミズの鉢巻きのところでこう短く切ってうううんうん、うんそれを刺して使ってたのよその友達が。うわー クリアかお前っつってでみんなで <laughs> 持ってたからね <laughs> あの、そいつはがじめにしといて <laughs> 他のやつがそいつのあのワームバッグ取りに行って <laughs> みんなでわーっと分けてすごいよ久兵衛5人全員連れたよ <laughs> おっていうかあの当時はそのまだそのソルト用のクリアっていうのが全然なかったんですね。 それが後の1年後ぐらいにあの僕たちのふるさとでもある、はい、メバリングのふるさとでもあるプロショップバクのお親父もそもクリアの必要性っていうのを認識してうん、えー、コウモランさんへ電話して話してあのクリアを作ってくれって,てもう大きな段ボールでガサッと作 <laughs> いわゆる ショップ折りからだよね当時はまだだなおなるほどなるほほどどからバクに通ってた俺たちはメバル釣るのもアジ釣るのもそこから先数年間ミートネルのクリアしか使ってなかった。<laughs> なるほど。でもねやっていくとだんだんいろんなことが分かってきてねうん例えばそのでオフトさんもね要望に応じてくれてスクルテルグラブのクリアをその後作ってくれたんだよね。 2>, うん2年間ぐらいあったかなまたなくなるんだけどねなぜか知らないけどうん、うん、他県で売れなかったんだよ全然ああなるほど色がついてないとすごい透明だから、うん、これが水の中使ったらなおかつ見えなお見えなくなるじゃん人間からするとだからこれじゃ魚から見えないから釣れないと,と当時の人は思ってたわけほとんどの人がああなるほどな,なんか広島以外じゃ売れないから うん、メーカーとしてはもうおかわりでそのカラー作るってわけいかないのよ。うんということで一旦途中でまた消えるんだけどねクリアカラーがね。うん、でまあお布団えっ、ー、とミートネイルからスクリューテールいろんな色があるしいいよねってことで、えー、使うんだけどナイロンバッグにね黄色いスクリューテールとえっ、ー、となんだか赤のスクリューテールと。 混ぜ混ぜに放り込ん込むと色が映るじゃんはははいはい、はいそうですね、うん、そうするとねクリアのースクルテールグラムに赤のスクルテールの色が映ってオレンジになったの。うんそうするとクリアがいい感じの、あのー、透けたオレンジカラーになるのね。これがものすごく釣れるよってことになったわけ。 おいそうなんだっつっていろいろみんなで検証すると確かになんだけど常夜灯の色とリンクしてたオレンジとナトリウム灯ねはいオレンジ灯の下ではオレンジ色のカラーがよく反応がいいっていうのがねかなりカウンターでカウント取って <laughs> 判明したのよなるほど ブルーの方が釣れるんだようんこれはね確かに検証したことなんでほぼ間違いないそれが今のインクスレベルのワームカラーでいうと堤防、ね、ナトリウムと堤防アークっていうあるでしょありますね、うん、あれは実はもう20年以上前に俺たちが検証した得たあ知識をあのカラーに盛り込んでるわけだよなるほど、うん、確かに傾向としてはあるんだよね ただねここではっきりさせておきたいのはあくまでも傾向なんだよ。でいっつもそうかしたら全然いつもそうじゃない。うん、同じナトリウム糖の同じ堤防に行った時にいつもオレンジカラーがいいかしたらそうじゃなくて逆に、えー、うちでいう堤防アークブルーの方が良かったり日によってはあの月をブラック。 はい、みたいな黒が圧倒的に良かったりするから正直ねこれ僕もこのカラーに関する質問で今まで何度も同じ返事をしてきたんだけど、えー、とルアーカラーに関してはもう現場合わせしかないうんこの質問者の方はいつも悩んでるって話だよねそうですねどれにしたらいいか分からず悩んでんだよねはいだから教えてくれって言ってるわけよねそうですねとこころがこんだけ長くやってる僕ですら 教えらないの <laughs> その日その場に一緒に堤防にいない限りで入れる前に、ね、結論なんか出ないから、うん、僕ですらそこに一緒にいていろいろ入れてみてあこの色が反応いいよっていうことしか言えないんだよね、うん、だからやっぱりカラーローテーションっていうことが必要になるんだよね、うん、で悩まなくてよくするにはどうしたらいいかっつったら あのー、まずその揃えるカラーラインナップを自分の中ではっきりさすことだよねうんで一番簡単なのは、えー、まあ12色とか20色とかあったりするじゃない今 <laughs> そうですねめちゃくちゃありますねレインズさんのワームなんてもうすごいよねすごいですね一番売れ筋のな,なんだっけアジアダーとかなんかよく売れてるやつがあるよね えー、あれなんてもう歴史長いからもう二十何色とかあるんじゃないかなそうですねだ、うん、から分かんないよねだから、ねうん、だから揃え方としては考え方としては四角にするのか六角にするのかちょっと言ってる意味分かんないだろうけどね自分でグラフ作るのよ、うん、四角いグラフと六角のグラフと八角のグラフはいで一番上がまあ例えば六角で考えようか はい、一番上が赤で反対側が青。で一番右がクリアで一番左がマット。まあつまりあの対局で揃えた方がいいよね。男、うん、色に対して反対色の感触は必ず持っておきますよ。クリアに対して全く反対のマットからは必ず入れときますよ。 でもいわゆるつや消しのマットとつやありのカラーがあるでしょ、はい、うん。これもつやありとつやなしということで対比なんだよね。うんうん、それから同じ暖色でもグローを持っときたいよねってうん同じ感触でもグローをそばに添えときたいよねってやると八角形とか十角形になるはずなんだよ。 俺は四角形でしか持っていかないけどねめんどくさいもう4色ありゃいいやって感じだからグローを入れるとしたら自分の一番お気に入りのカラーのグロー入りって揃えた方がいいと思う違いが分かる、うん、あグローがいいと思ってたけどグローなしで普通に釣れるじゃんっていうことも気がついたりする <laughs> あ確かにうん逆もあるうん 同じ色なのに全然グローばっかりで釣れちゃうねっていうのもある。でそれはそれがいつなのかどういう時なのかを前もっと教えてくださいって言ったらそんなものない。<laughs> <laughs> <laughs> だって毎日違うんだから海の色水の色ねええー、水温風のあるなしそれから質問者さん自身かかが書かれてたようにそのベイト今存在するベイト。でベイトがほぼいないのに。 ターゲットだけいるよ。という状態だったりするし、うんうん。あと人が叩いた後なのか、そうじゃないのか。でもかなり違うよね。うん、そうですね。うんだからね。ありがちなんだけど、自分の気に入った。色しか使わない人たくさんいるからうん。その人が例えばピンクならピンクをもう散々投げ倒して連れなくなったな。で移動した後に僕が入ったとするじゃん。うん,う,んうん、うん、そうするともうピンク投げるの不利なんだよね。 あこれは自分がね,ね熱心にらろうってしたら分かるんで、うん、あの一番お気に入りのワームで釣れなくなったらそれがオレンジだったとします。はい、ところがなんかペースが落ちて今までと全然違うぐらいポッと空白が空いたと釣れないバイトがない、はい、その時にオレンジの反対色を入れるといいよねうん、うん、ブルーとかグリーンとか、うん、そうするとまたポンと釣れるんだよね。 うん、てそういういいこと多いよね確かにでそれで123匹釣ったらまた当たりが止まったらそこからまた違う色とか反対色に戻したりグロウ入りにしたりあともう一つ質問の中にあったよね「桂村」を入れたり目先を変えてやるだから何色が釣れるかじゃなくて例えば、うん、200匹500匹その港の中にアジナリメバルがいたとして。 反応しない子は A という色には一切反応しないわけ、うん。これねす、水族館で実験するというすごくはっきり分かるらしい。5 0匹の群れに対して A という色を入れると、大体10%から15%ぐらいしか反応しない。お<ー>で、この A に A カラーに反応するやつが15%いてで、その次に B を入れると、最初のこの15%は反応せずに。 残りの85%の中のまた10%とかが B という,う反応する。次また C という,う反応したら、それまで反応しなかったまた残りの10%とかが反応する。一つの色でずっと群れ全部が反応するなんてことは、えー、学者さんの実験ではほぼないって。ほぼないけどゼロではない。なるほどあの スイッチが入るるってあどえらいフィーリングモードあのおまたせ騒ぎになるときがあるよねあのいわゆるボイルって言われるあの狂乱状態になるとこれ人間でも魚でも一緒なんだけどあのバーゲンで群がるお,お,おばちゃまたち何より入れても食いつくぞみたいな。<laughs> <laughs> これ命の世界だから当たり前なんだよ、これね。だからそういうときにはカラーローテも何も必要ないよね。うん。早く投げて、早くアピールさせたら勝ちだよね。うん。そうなると、カラーローテがいつ必要かって言ったら、釣れなくなったときだなるほど。うん。釣れなくなったときにど、あのカラーローテして、釣れ続けさせるための一つのコツだよね、カラーローテって。うん。ただ、 僕の経験上でアドバイスさせていただくとしたらはい、アジにはこの色メバルにはこの色という固定観念は絶対禁物ですよってことあーその魚種で分けちゃうってことです、ね。魚種で分けちゃダメです。うんその日にそこにいる魚が何色にその日のその時間に反応するかなんてさっき言ったでしょ。あっ、はい、と10匹立て続けついたのになんかビタッと杭が止まったと。 でも、堤防を透かしてこう見ると、魚の魚影だけ見えると、いるじゃん。<laughs> あっ、地合いすぎたんだねということもあるのよ。<laughs> だから、答えが絶対出る世界じゃないんだけど、そこで色を変えてやると、またわずか数パーセントが反応したりするのさ。<笑><笑>それをローティンして繰り返していくと、結果的にポツポツでもずっと釣れ続けるっていうことになるよね。<laughs> で一周回って、最初に釣れた色がまた反応しだすんだはい。<laughs> これプラグでも一緒。 <laughs> お確かに、うん、で色だけじゃなくてそのワームのタイプもそうストレートワームで釣れてたのが反応が止まったからシャットに変えたら急に食い出したとか、うん、あこれはねキュウメなんかも経験してると思うんだけど座るテールシャットでパタパタ釣れてたから当たりが止まったでジュラクロ入れたら途端に釣れたってあるでしょありますね。うん、じゃあジュラクロでずっっと釣れ続けるかって ないし最初からジュラクロ入れたらどうなるのかしたら、うん、やっぱり数匹釣って止まるよね。うん、でそこで座るテールシャット投げるとバタバタっと釣れるよねまた。ありますね。つまり目先変えてやってるだけじゃん。うん、あるいは鼻からシュッとしたすわさが好きな子たちとぐしゃっとしたジュラクロが好きな人たちがいるだけのことじゃん。ね、うん、シュッとした久兵衛を好きな女性と。 象印の魔法瓶のようなどしっとした大きな男が好きな女の人といるのと全く同じなんだよね。うんうん、こういう話をする時にねよくは僕はあの比喩としてこう擬人法擬人化を用いるんだけど、はい、あの人間と同じように考えた方がいいと思います。それからまあカラーのことなので <laughs> 最後。えー パイロットカラーを必ず持ちましょうってことだよねあ自分のってことですね、うんあのー、いろんなルアーになじ少ない場合は5色多い場合はもう20色ジョイクロなんて120色とか出してるの過去に <laughs> <laughs> 有名な話だけどあのー、パイロットカラーは何が大切かというとパイロットカラーをまずどうやって作るかっつったらもうこれ感覚でいいです、はい、感覚で。 あの帳面つけてないと思うから皆さん <laughs> ノートは自分が今まで一番釣れると思ってる色釣れてきた色、うん、それをパイロットルアーにするんですようん、うん、そこのね芯がない人はまだねまだ初めて間がないからうん、うん、何色があのパイロットルアーにできるのか自分が自信が持てるのかがない人はそれができるまでもう数通うしかない。<laughs> でも一定年2年3年5年と一生懸命もう一つの魚種を釣り込むとおのずから好きな色って出てくるはずですよ。うん、こうなるとねだいぶーローテーションもかけやすいし分かりやすい。いつでもどこでももう例えば僕の場合だったら比較的白いワーム使うことが多いのね昔から。はい、僕のパイロットはもう白だっすよと言っても過言ではない。 えーと謎グでも稚魚ホワイトから投げたりするからねうん、うん、これは白がすごく釣れるからじゃないのよ。僕が現場ついて魚の色の反応を見る時のパイロットなのね。で白から流水していろいろやってみて割り出していくと。おーなるほど。うん、だからあのパイロットカラーってのはすごく重要なので自分で。 自分の中じゃこれがアジのパイロットからこれがメバルのパイロットから作ってた方が、えー、現場合わせのローテーションが非常にかけやすいですようん、うん、ということを言います。あと、ついでに最後にもう,もうちょっとだけ言っとかない、うん、グローとケイムラ、どういうふに考えるかなんだけど、現在僕はほとんど気にしなくなりました、もう。ん で、えー、グローをねすごく検証してた当時に一つだけ分かったことがあるんです。はい、これはやっぱりスクルールテールグラブだった。これオフトさんというメーカーがねつうっ作ってたよね。で僕の友達でもある今でもね現役プロで活躍してる、えー、ポッキン。ポッキンと仲良しだからメバリング一緒にいろいろお互い検証し合ってたんだけど。 グローどうなのよって話がやっぱ20年ぐらい前に2人の中で出てさはいでライト当てた方がいいのか当てない方がいいのか論争だったんだよねうんグローだからちっしたくなるじゃん確かにはいでヘッドランプでビーッと,当て,と当てたら暗いとこ置いててももう青白く光ってるよねよしよしってやるじゃんカサゴめっちゃ釣れるんだよねあ<ー> <laughs> 確かにカサゴはビカビカだとはしてビカビカいますね <laughs> うん、でもなんかメバル反応悪いよね。ああそうですねメバルの時は確かにあんまり照らさないですね。うん、そこでやっぱりねポッキンプロだから大したもんだよね。これはフルグロで全部が発光してるからよろしくないんじゃないかということに気が付くんだからあのスクールテイルグラブを手で握って先っぽだけ出すのこう,お<ー>こうやって握って先っぽだけやってるのこうやって。 なるほどヘッドだけ。でやったらよく釣れると。うんで、えー、ノングローよりもそのヘッド発光だけの方がよく釣れることが多々あると。でここからすごいんだポッキー。お布団に話持ち込んでちっちゃいペンライト作ったのブラックライトの。はははいはい、はいでさ普通にこうレンズがついてないんだよ。 ちっちゃいおで,きおできみたいな、ニキビくれへんの、あの、はいはいはい。これで、まっすぐしか出ない、光がこう拡散せずに。おお、ピンクで当てられるんですねおでおそう。おできみたいなレンズからまっすぐだけ光いくやつをメ、メバピカッツって作ったんだ。<laughs> でこれで<ー>ス、スクリューテールのグローカラーの先っぽだけにピー立当てると。 見事に目ん玉ぐらいの大きさでピーって光るんだそこだけがへえ<ー>うんって発売したよね自分でドットグローが作れるってことなんですね天発行。はね <laughs> <laughs>、うん、まあそんなことであのアジもメバルもフルグローよりも天発行の方がいいねっていうのが現代の一つの流れかなうんだからインクスのワームにあのスターグローっていうのがあるよね ありますね、うん、あれはつぶつぶの夜光玉も入れてんだよ、ワームの中でね。だからヘッドだけじゃなくて、ボディにチらチらチらっとちっちゃいあのグローボールが散ってる状態が一番いいなと。なおかつ、あれ、わざわざライトなんか当てなくてもいいように作った。ああそうですね、光りますよね、ちゃんとね。1>, 1個だけなら当てた方がいいの、ライト。でも、何十個か入ってるから。うん あの常夜灯の灯明かりで十分チックしてるん、ねうん、でターゲットを脅かさずに美味しそうに見えるレベルに工夫してあるんだよ、ね、スターグローうん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 あれが入ってるこロクリアーとかめちゃめちゃ釣れますね、うん、そうそうで光ってるから釣れるって人間思いがちだよねうんあれ光ってるから釣れるんじゃないんだよねあの結結 結論的な言い方をすると美味しそうに見えたからなんだおーなるほど。光ったり光ってないじゃないんだよ。本当は魚から考えると。なぜ、えー、か,かというと日中ドピーカンの明るい時にグローからめっちゃ効くことがあるじゃん。あ,ありますね。あれ光ってるからか <laughs> <laughs> で白のグローのワームを水面直下で引いたらめっちゃ釣れると。うん これはあの岩国沖のブレードジギングゲームとかあのやってる海域で僕は散々やったんだけど、うんうん、青物の相手にねワームで、うん、で白のグローワームを、えー、水深3 0ンチぐらいのところこう引いてくるわけだったらドーンと当たるんだけど、うん、ドピー感で真夏の太陽で明るいと、うんうん、絶対にワーム光ってないからねシルエットになってる。 光ってるから釣れるんじゃなくてそのロケーションとかライティングの関係でターゲットから見たときにまず見えるか見えないかその見え方がまずそうに見えるかおいしそうに見えるか、うん、だけだからグローダケンラだとかそういう,そのなんだろうな学術的な方向へ捉えると迷い道に踏み込むと思うんで。 あなるほど考えすぎちゃうと考え,考えすぎない方がいい<え>もっとシンプルに、うん、あのグローだから闇夜のがとかね月夜の時はグローはいらなくてとかいや昼間グロー関係ないっしょと昼間にグローって水深 50m 以上入れて、うん、深い暗いとこだからグローを聞くんだよとか全然そんなことないんだよ実態は、うんうん、さっき言ったように昼間の明るい時の水面でグローを聞いたりすんのよ じゃあ、それがいつかって言われれば僕は返事できない。その時に入れたらよかったのよ、すごく。そこを楽しみましょうということですね。なるほど、はいうん。はい、こんなところでいかがでしょうか。いやー、大変面白かったです。そのレオンさんの経験から、その後半の実践的なワームの揃え方みたいなところまで、うん、結構皆さんの参考になったのではないかなと思います。はい。 皆さんぜひ今回の動画役に立ったよとか面白かったよっていう方あのチャンネルのグッドボタンあ、チャンネル登録とこの動画へのグッドボタンぜひよろしくお願いしますあともっと聞きたいことあったらぜひコメント欄まで寄せていただければと思いますじゃルオン師匠今日もありがとうございましたはいありがとうございましたじゃあまたね